はい、皆さんこんにちは、内閣総理大臣岸田文雄です、今日は大変暑い中、また皆さんそろそろお忙しい中、こうして車座対話ということでご協力をいただきますこと、心から厚く御礼を申し上げます。政府においては、今年6月に、子ども未来戦略方針というものを閣議決定しました。妊娠期から切れ目なく、子育て世帯を支えるために、このさまざまな制度を充実させる、これはもちろんですが、このこうしたさまざまな制度を安心して利用してもらうためには、企業をはじめ社会全体の意識を変えていかないと、せっかくさまざまな支援のこの制度を作っても活用されなくては意味がない。よってその制度を充実させるとともに社会の意識を変えていこう、こういったこの考え方に基づいて、この方針を決定し、そしてこれからこの社会全体で取り組みを進めていこう、こうしたことを考えています。その中でまずは何といってもこの若い世代の所得を向上させなければならない、これが重要だということで、先般もこの我が国の最低賃金、これ全国平均で過去最大の上げ幅 4.3% 引き上げて、初めて1000円を超えて1002円とする、こうした目安が取りまとめられました。政府としてはこの構造的な賃上げに向けた、生産性の向上を支援する、また価格転嫁対策をしっかりと進めていく、さらにはいわゆるこの106万円の壁、といった問題がありますが、こうした課題にも、対応していく、こうした環境整備を今進めているというところです。今申し上げた106万円の壁によって、就業調整を されておられる方も大勢おられるという課題について、将来の制度見直しを前提として当面の措置として106万円の壁を超えることに伴う労働者の手取り収入の減少分をカバーする事業主への助成制度、これを創設することとしています。就業調整されている方に幅広く対応できるよう、それにふさわしい予算 の、 この規模感を視野に入れつつ、最低賃金が発行する10月から、これを適用するべく、今調整をしているところです。こうした施策のこの推進にあたっては、やはり何といっても、現場の皆さんの声、これを聞きながら、そしてそのことによって皆さんの理解とか協力をいただきながら、この子ども子育てに優しく、また女性が活躍できる、社会づくりを進めていく、こうした必要があると、感じています。本日はこのとりわけ子ども子育てやこの女性活躍の環境づくりに積極的な企業の取り組みに着目をして、これまでその従業員の皆さんが子育てと仕事の両立の中で経験したこと、あるいは感じたこと、また経営者の皆さんがそれぞれの取り組みを進めていく中での思い、こうしたことについて率直にお話を聞かせていただきたい、このように思いながら来させていただきました。限られた時間ですが、ぜひご協力いただきますようよろしくお願いいたします。ありがとうございました。総理ありがとうございました。本日車座対話にご参加をいただいておりますのは、子育て支援や女性活躍に力を入れておられる富山県の企業の皆様方です。立山化学株式会社農作、張田金属株式会社の3社の経営者と従業員の皆様です。
それではそれぞれ簡単に1分程度で自己紹介をお願いいたします。まず里山化学三菱社長、よろしくお願いいたします。どうぞ、おかけと、はい、まずは、皆さん今日はようこそ、おいでいただきました。私は立山化学社長でございます、水口でございます。年齢は還暦を2年ほど過ぎて今62歳になった年齢でございますが、社長に就任したのが今から5年前でございます。私の強みは何かなということを振り返りますと、この立山化学グループの全ての現場といいますかね、を経験をしてきたなということでありまして、それは何かといいますと、ファクトリーオートメーションの世界であり、あるいはソフトウェアの世界であり、そして今がですね、電子部品の世界に入ってきているという中で、そういう経験を積んできたことが自分の何よりの強みで、社員の苦しみだとか辛さとか、そういうことを一緒に味わってきたなというふうに思い出しております。そういう中でこの分野っていうのはまだまだ世界でも競争力が強い、そういう分野だと思っております。従いまして私はこの会社を世界に通用する会社にしていきたいと、そういうふうに使命を抱いているのは私の思いでございます。今日は皆さんどうかよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございます。続きまして立山化学篠原執行役員、よろしくお願いいたします。立山化学株式会社の篠原織江と申します。私はですね、工学部を卒業しているいわゆる理系上で、立山化学には新卒で入社しまして、現在23年目になっております。入社は電子部品事業の技術部でスタートしまして、その後新商品開発をする部門に移り、約18年エンジニアとして従事してまいりました。でその間2回の2人子供を産んでおりますので、2回の産休育休、そして時間短縮勤務をさせていただきました。でそうですね、今から5年ほど前から総務部に移動しまして、現在は人事労務のお仕事をさせていただいております。で家族構成としましては、夫と今小学6年生の息子、小学4年生の娘、そして両親という6人家族になっております。本日はよろしくお願いいたします。ありがとうございます。続きまして立山化学高橋様、よろしくお願いいたします。こんにちは、立山化学総務部の高橋美恵子です。私は入社して30年目になります。入社当時は立山マシン株式会社の購買本部に配属されまして、購買業務を行っておりました。そこに16年在籍しておりまして、その間2回の産休育児休業を取っております。その後、立山化学グループの本部受付の方に回りまして、受付業務を行っておりました。でその後、現職の、総務部の方に移動しまして、今は人事総務グループで、労務担当として社会保険雇用保険の手続きや、給与計算などを行っております。家族構成ですが、夫と今県外の大学に通う3年生の男の子と高校2年生の双子の女の子がおります。5人家族でになっております。今日はよろしくお願いします。ありがとうございます。続きまして株式会社農作、農作社長、よろしくお願いします。株式会社農作の代表取締役社長、農作千春と申します。私は現在2人の子供を育てておりまして、小学2年生と4年生の母親でございます。工場長である主人とともに協力しながら社業の方に当たらせていただいておりまして、少し弊社のお話をさせていただくと、1916年に創業し今年107年の歴史がある伝統産業の企業でございます。創業から主に仏具や茶道具や花器、真鍮製品を中心に製造をしておりましたが、2000年を超えてから錫という金属に着目をいたしまして、錫 100% の製品作りをいたしております。少し製品を持ってきたんですけれども、こういった製品でございまして、ありがとうございます。
柔らかく自由自在に形が変わるという鈴の特性を生かした製品でございます。私はこの製品の魅力に気づきまして12年前に入社をいたしました。はい。今はですね、女性であること、子どもを育てていることっていうのを利点として捉えまして、物を作るだけではなくその背景を伝える産業観光の取り組みに力を入れております。年間13万人もの方が本社工場にはご来場になられまして、工場見学や体験できる工房カフェを併設し運営を行っております。最近では、ブライダル事業を行ったり旅行業を取得し、旅行の企画や運営の方に当たらせていただいております。本日はどうぞよろしくお願いいたします。はい、お願いします。ありがとうございます。続きまして農作の石田様、よろしくお願いします。株式会社農作の、はい、株式会社農作の石田遥と申します。私は現在、会社のですね、本社工場内にある店舗の方で販売の業務を行っております。私は2018年にパート社員として入社いたしまして、3年間パートとして勤務して、現在は正社員として、また店長として今2年目のになっております。家族構成は、私は今両親と実家で暮らしているんですけれども、小学校3年生になる息子がおりまして、で私はシングルマザーとして一人親で子育てと仕事の方ですね、両立して今頑張っております。私が勤務している本社の工場の方は産業観光というものに力を入れておりまして、でそちらの方には連日県外、また海外からたくさんお客様が来てくださるんですけれども、いろいろな方と触れ合うことができて、日々成長をさせていただいております。本日はよろしくお願いいたします。ありがとうございます。次に張田金属の張田社長、よろしくお願いいたします。はい、張田金属の張田代表をしております、張田と申します。よろしくお願いいたします。失礼いたしました。私は1969年生まれの54歳に、なります。趣味は、納税、たくさん、利益をですね、稼いで、税金を納めるということを通じた社会貢献を趣味としております。そして、私は代表になりますけども、双子のですね、父親でもありまして、子育ても経験しておるところでございます。社長に就任したのは2010年になりますが、私が社長就任をした時にですね、決意したのが、働き方改革なしにこの会社の未来はないということを判断いたしまして、魂を入れて取り組んでまいりました。今では有給取得率が 99.5%、子育ての、子育て休暇の取得率が、女性は当然 100% になりますが、男性もですね、今、80% ぐらい、中には1年半年ぐらいのですね、取得をされる方も今出てきました。休むっていったことはもう文化レベルまでですね、一応仕上げることができたかなというふうに思っておりますけれども、働き方改革は、一段階終えたかなというふうに思っております。で次は少しレイヤーを上げて、ウェルビーイングの領域にですね、幸せっていったものを掲げて、それを現実的に、従業員と地域の皆さんを幸せにしていく、その要因を因数分解をして、具体的な、科学的で具体的なアプローチができるようなですね、今人事制度とか戦略といったものを会社の中に今一生懸命作っているものでございます。本日貴重な皆様方の議論を通じてですね、また勉強させていただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。最後に張田金属の田辺様、よろしくお願いいたします。張田金属株式会社総務グループ人事ユニットの田辺と申します。本日はですね、私は入社は2021年になりまして、7月でやっと3年目に突入いたします。はい。で、
それからは人事の主に採用面、採用、新卒採用の方を主に担わせていただいております。で、家族構成はですね、夫と2人の娘がおります。2人とも保育園児でおりますが、今実は3人目も妊娠中でして、本日はお腹とお腹の子と一緒にドキドキしております。どうぞよろしくお願いいたします。はい、どうもありがとうございました。まだまだお話聞きたいところですが、予定の時間が来てしまいましたので、最後にちょっと、御礼のご挨拶させていただきますが、この子ども子育て政策の車座対話、これ今全国で随分と数を今重ねてきました。その中で今日も女性活躍について、子ども子育てについて、また新たな、貴重なこのご指摘もいただいたと感じています。本当に、それぞれの貴重なお話、ありがとうございました。皆さんの話を聞いていて、まずは冒頭紹介させていただきました、政府が決定した子ども未来戦略方針、この中に盛り込んださまざまな政策、これスピード感を持って、実行していかなければならないと思いました。そして合わせてこの政策を進めていく、児童手当ですとか、この出産育児に際してさまざまな休業制度等の充実と、この制度や政策をしっかり進めていくのと合わせて、やはり大事なのが家族であったり地域であったり、あるいは職場の理解、あるいは協力だということも今日感じました。やはり制度を充実させるのと合わせて社会が変わっていかないと、そうした政策は生かされてこない、こうしたことを改めて強く感じました。そして合わせて106万円の壁についても、この働く皆さんの能力、意欲、これを十分発揮させるためにも、環境整備、努めていかなければいけない、こういったことも感じました。それぞれのご指摘に感謝申し上げます。ただ思いますのはですね、今日ご参加いただきました企業や、この経営者、働いている皆さんはやはり高い意識を持って、これまでも子ども子育てについて、あるいは女性の皆さんの活躍について、大変素晴らしい取り組みを続けてこられた。まさにこの、日本の社会においてもですね、先頭を切って、こういった取り組みを進めてこられた、素晴らしい企業であり皆さんであります。これは素晴らしいと思いますが、これを社会全体にどれだけ広げていくことができるか、これがやっぱり日本が変われるかどうかの大きなポイントになってくるのではないかと思います。ぜひ今日話を聞いた取り組みをできるだけ幅広く全国に広げていけるように努力することの大切さも感じました。その他、いろんなこのことを考えさせていただきましたが、改めて、今日の皆さんの貴重なお話に感謝申し上げますし、またそれぞれの企業のご発展、そしてそこで働く皆さんの、これからの人生ですね、この、子ども子育て、ももちろんでありますが、その人生そのものが充実されますこと、心からお祈り申し上げてお礼のご挨拶をいたします。ありがとうございました。はい、まず今日はこうした形で、ご要望を聞かせていただく場を持っていただきましたことに感謝申し上げます。
今般の梅雨前線においては、ここ富山県内においても線状降水帯が発生するなど記録的なこの雨となり、この住民に避難行動を促されていたこの南砺市の赤池市議会議員がお亡くなりになったほか、大きな被害が発生したと、承知をしております。改めてお亡くなりになられた赤池議員に心から哀悼の意を表し申し上げるとともに、すべての被災者の方々にお見舞いを申し上げる次第です。政府としては、普通交付税のこの繰り上げ交付等の支援を講じたほか、農地や公共土木施設の災害復旧事業等について、この財政面からさらなる支援を行うことができるように、全国を対象とした激甚災害の指定を行うということについても表明をさせていただきました。引き続き自治体の皆様方のニーズを踏まえつつ、自治体の皆様と一体となって被災者の生活再建支援、また被災地の復旧支援等に全力で取り組んでまいりたいと考えております。そしてただいま知事さんのお伺いいただきました要望書の中にもあります、線状降水帯の予測については、線状降水帯予測スーパーコンピューターの活用等による精度の向上に今取り組んでおります。来年には県単位の予測を開始する予定としております。さらに令和11年度にはこの観測能力を強化した次期静止気象衛星ひまわりによって予測のさらなる高度化、これを目指してまいります。加えて山本議長さんからもご発言がありました、国土強靭化防災減災の取り組みですが、国民の生命と財産を守るためには事前防災減災対策、これに万全を期していく、これが極めて重要であると認識をしています。先月には政府として新たな国土強靭化基本計画、これを決定したところですが、引き続き防災減災国土強靭化のこの加速化、この5カ年加速化計画、加速化対策、これを着実に推進するとともに、この加速化対策後についても、この新たな基本計画に基づいて、国土強靭化の取り組み、これをしっかりと進めてまいります。そして、梅雨は明けましたが、ご指摘のようにこれから本格的な台風シーズンが到来しています。引き続きこの続発する台風に十分警戒し、そしてこの即応できる体制を確保してまいりたいと思います。ぜひ県においてもまた地域においてもご協力をいただきますようよろしくお願いを申し上げます。ありがとうございます。Gracias.
家庭のリサイクルを全部になります。男性の領域に技術で、まあ、そこにちょっと文化を変えるために、あの女性の方をたくさん増やして一つの文化を作っていきたいと思います。ね、いいでしょうね。女性の活躍の場が広がる分野が広がるということで、素晴らしいことですから、ぜひその先陣を切って頑張ってください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。